い、こんにちは。掃除のマーク侍です。今回のご視聴ありがとうございます。今回は窓ガラスの掃除の基本について説明させていただきます。まず窓ガラスの掃除に必要な道具4点を用意します。まず1つ目がウォッシャーです。ウォッシャーは水分を含ませてからガラスをこすり汚れを落とす道具です。ここで注意点があります。外の窓を掃除する際にはあまり気にすることがないと思いますが、室内を掃除するときにはウォッシャーが水分を含んでいますので、その水滴が飛び散ることにより周りを汚す可能性があります。掃除はきれいにすることが目的ですので、周りを汚してしまっては意味がありません。今回は窓ガラスに一番近いカーテンを汚すといけないために、隣のカーテンに移動させて避けてあります。まあ、この際わざわざカーテンを外す必要はございません。極力自分自身も汚れないよう掃除の仕方を身につけていただけると幸いです。2つ目がスクイージーです。水切りワイパーとも言いますが、ウォッシャーでこすった後に水を切る道具です。100円ショップで売られているものや、ワイパー部分がプラスチックで作られているものは使わない方が良いです。使用してみると分かることですが、水を切る際きれいに水を切ることができません。こちらの金属製のスクイージーでも Amazon ですと1000円前後で購入できます。スクイージーも水を切った後に滴が周りに飛び散りますので注意が必要です。その滴が飛び散る前にスクイージーを拭き取るのが3つ目の道具、タオルです。タオルは作り古したタオルほど汚水の吸いが良いのでおすすめです。ちなみに雑巾は生地が厚いため細かい作業には向かないです。窓掃除だけではなく掃除全般において使うことはまずありません。窓ガラスの掃除に必要な道具の4つ目はバケツと水です。室内でバケツを使う際にはウォッシャーの滴で水、床、カーペットなどを汚さないためにビニールシートなど養生になるものを敷いてください。私は捨てても良いタイルカーペットを使っております。バケツに水を入れる際には水を8分目まで入れるのではなく5、6分目に水を入れるのが水をこぼさなくて済むので好ましいでしょう。あと窓ガラスを掃除する際にガラスの杖だしスクイージーの水切りを良くするためにごく少量の洗剤を入れるのも良いでしょう。それよりも汚れを水できれいに洗い流した後拭き取ることの方が重要です。では実際にこの4つの道具を使った窓ガラスの作業方法を説明します。窓ガラスを外さないで掃除をする際には外のガラスを掃除してから内側の窓ガラスを掃除します。理由は別の動画で説明しますが、今回は窓ガラスのガラスのみを説明させていただきます。それでは始めます。まずウォッシャーをバケツに入れ水で洗います。その際水が飛び散らないようによく絞ります。反対側もよく洗います。そして水を含んだウォッシャーを窓ガラスの近くまで持っていきますが、その際水しずくが垂れないようにタオルで添いながら窓ガラスの方に持っていきます。そして窓ガラスをウォッシャーでこすります。こする際に、縦にこすった後横にこするという形がいいです。そして窓の隅もウォッシャーでこのように縦
すったウォッシャーはまたバケツの方に戻します。今度はスクイージーで水を切ります。上から下へ縦に切る方法、スクイージーを切った後、水分が飛び散らないようにタオルでその都度拭きます。うまく切れずに切る際に上の滴が垂れてしまう場合、タオルで一回上だけ吸い取ってから切るのも良いです。そして腕が当たって下までうまく切れないという方は、無理して下まで切る必要もなく、最後は横で切るという形でもいいです。あと縦だけでなく 横だけで切る切り方もあります。ここに切る際、ここに腕が当たって切りづらいっていう方は、ここに障害がなければいいんですけれども、このように固定するようなもの、挿し木みたいなものを置いて、いただいてもいいです。このように水を使って作業しておりますが、どこにも水が一滴もこぼれておりません。で、最後は上から2本タオル2つ折りのタオルに人差し指1本で上から水分を吸い取っていきます。今度は横です。早く動かすと水分が吸い取れませんので、ゆっくり動かすのがコツです。そして湿ってきましたら、次2センチぐらいずらしたところのタオルの面を使って横で、最後に下の隅を拭きます。で、最後に下の枠が汚れてますので、下の枠を拭き取りますと終了ということになります。まずスクイージーがうまく使えることが大前提となりますけれども、スクイージーのが使えるのはもう練習しかありません。で、まあ
コツが、まあ、あるんですけども、ちょっと一つだけ説明させていただきます。私は水しか使っていませんけれども、まあ、中性洗剤というよりもガラス用洗剤を少し、入れていただいて滑りを良くするというのも一つの手です。あとスクイージーなんですけど、まっすぐ下ろすのではなく気持ち少し右に斜めに、右斜めにちょっとスクイージを動かすというイメージで切っていただくと切れるようになると思います。そして、まあ、天気がいい日などすぐ水が乾いてしまいますので、曇った日に練習するとか、あとたくさんの水を使うといったのがもう、初めての方にはよろしいかと思います。以上、ウォシャーでこすってスクイージで水を切って、あと四隅を水分で吸い取る。ということなんですけれども、これはスクイージーはもう練習あるのみということなので、まあ、スクイージーで水がきれいに切れるようになりましたら、今の手順で、窓ガラスを掃除していただければ全てきれいになっていくと、すでにきれいになっていきます。以上、ガラスの掃除の基本を終了いたします。ご視聴ありがとうございました。またためになったと思われた方は、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。